はい、おはようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。今日の話は敵を作るのか、それとも友人を作るのかという話をしてみたいと思います。まあ、どういったことかというと、友人を作りたいのであれば、相手の方が優れている状態に持っていくっていうことだと思います。もう、まあ、全てにおいて相手が優れているっていうこともそうそうないでしょうから、こう相手の優れているところを認めて、それを言葉として伝えるっていうのが、やっぱりこう友人を作るコツなのかなと思います。で、敵を作ろうと思ったら相手を任せてしまえばいいわけですから、こう自分の方が優れているところを押し付けるっていうのが、敵を作るコツだと思います。で、どちらを作りたいかは、まあ、その人の考え方次第でしょうけれども、やっぱり友人が多い方が、生活触れて助かることっていうのがたくさんあると思います。なので、相手が優れているところを見つける、で、それをちゃんと伝える、で、もっと言ったらそれを相手にお願いするっていうのは、大切なことかなと思います。ただ、助けてもらってばかりだと、結局バランスがアンバランスになってしまって、それはそれで人間関係が崩れて、友人関係も崩れてしまうことっていうのがありますから、自分が優れているところっていうのを、ね、相手を助けるっていうのも、時々は必要だと思います。なので、こう、まあ、敵を作るのか友人を作るのかみたいな話なんですけれども、こうどちらを作りたいかっていうので、こうやり方が180度違ってくるわけですよね。なので、自分が優れているところを認めてもらいたいと思って、こう相手と比べて、自分はこっちはこんなことができるんだぞみたいな形で、自分が優れているところを押し付けてしまうと、どうしてもこう敵を作ることになってしまうことがありますし、逆にこう相手が優れているところを見つけて、あ、それすごいねっていうので、こうお願いするみたいなことをすると、友人を作るきっかけになったりします。で、相手が苦手だなって思うところを責めるのではなくて、助けてあげるっていうのも、やっぱり友人を作るコツだと思いますので、やっぱりこう持ちつ持たれつじゃないですけれども、こう得意なところがあれば不得意なところが当然あるわけですから、まあ、それを助け合う、で、相手がすごいところを素直に認めて褒めるっていうのが、やっぱりこう人間関係を作るコツなのかなと思います。よくこうジョハリの窓って言いますけれども、自分は気づいていないけど相手から気づかれている能力っていうのを褒められると、やっぱり嬉しいですよね。あ、自分にはこんな才能があったんだっていうので、成長につながったりもしますから、やっぱりそういった人と一緒にいると、自分自身が成長できるっていう風になると、よりこうその人とは離れたくない、深い関係の友人関係っていう形になっていくんだと思います。なので、こう相手のいいところを探して褒める、相手の苦手なところは助けてあげるっていうのが友人を作るというコツで、その反対をすれば当然敵を作ることができるわけですから、まあ、敵が欲しい人は逆をすればいいわけですよね。なので、まあ、今日は、友人を作るのか敵を作るのかという話をしてみました。カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。